備を9分30秒で着替えます。後ろを首につけて隙間を開けます。シュケット地盤は後ろに紐がついてるの。脇の下を通して胸の上でくくるのよ。右側は水平移動させて、最後にクイッと上に上げるとっさが細くなって足長に見えるのよ。腰ひもは左側で2階から下るだけで十分、上長結びしなくても良いよ。おはしゃりを後ろから前側まで綺麗にしてから、前の3箇所引っ張って布目を揃えるたら崩れないよ。後輪ベルトは前合わせを助けるだけでなく、一応はしょりをすっきりさせる、2両サイドをすっきりさせる、3後ろをすっきりさせる、着て働きを兼ねられるのよ。使う紐が少なくなればお腹周りの痛い苦しみは減るよ。だからこのクリップで縦締めをなくそう。前の布を整えたら、ゴム付きの前板で押さえちゃう。着付けの時は姿勢を正して、前かがみにならないように気をつけてね。お太鼓の作り体を使うよ。20に巻いて、後ろを引っ掛けてくくるだけ。あなたのウエストサイズで作りたいは作るよ。自分でも作れるよ。引っ掛けてるから、帯も下側でくくってるから、軽めにくくっても落ちないよ。だから胸の下も楽だよ。帯揚げは丁寧にくくろうね。下側から折って上側折りって、三つ折りからの山折り半分で良い幅になるよ。スロー再生にするね。わかった？帯締め締めたら終わりだよ。着替えられたよ。シューと半襟と作り体を使った訪問着の着付けでした。シューと地盤は私のお店オリジナル販売。全国どこでも郵送します。1980円ですよ。姫路の着物屋さん、着物 DE 姫路、シューとよろしくね。